はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、無事戻ってきましたね。はい、無事戻ってきました。ということで、見ての通りね、今28日目なんで、フェラルフォードなんですよね、今晩ね。なので今日は、フェラルフォードの準備をしていきましょう。で、何をやるかというと、作らなきゃいけないものとか作りたいものがいくつかあって、まずね、SMGタレットをね、まず作りたいんですよ。で、今回は、まあ、それちょっと設置して、SMG 自動砲台、これですね。あ、人感センサーいるの。人感センサーをまず作らなきゃいけない。最低でもね、4台、3台は欲しいね。できれば4台欲しいけど、最低でも3台欲しいです。人感センサー、待って、SMG は、1でいいのか。1でいいんで、とりあえずその人感センサーを4台作れるかどうかやってみましょうか。連鉄、電気、あ、スクリュー、あ、でもスクリュー量産できるか。電気部品、機械部品、スクリュー、連鉄、だっけ、なんだっけ、あと、覚えらんねえわ。あ、連鉄、違う、これは違う、こっちだよね。あ、エレクトリックワイヤー。エレクトリックワイヤーね。はい。これで何個作れるかだね。できれば4つ作りたいけど、無理なら3つでもいい。あ、そんないらない。そんないらないわ。4つ作るか。じゃ、これ4つ作りましょう。で、これを4つ作ってる間に、SMG、これの材料を集めるか。ハンドガンピースが何個は ?3 個もいるの?ハンドガンピース、あ、でも、あ、微妙だな。これだよね。あ、じゃあハンドガンフレームだ。フレームじゃないのか?え?ハンドガンピースって出てた今。こっちか。これか。あ、これだね。12しかない。3、4、12。あ、ちょうどいけんのか。ちょうどいけんのかな?フォージスチールがいるでしょ?あとなんだ?じゃん。12あるね。で、人感センサー今作ってるでしょ?オイルとポリマーか。オイルも結構溜まってきたんで、ポリマーなんかめっちゃあるんで、よし、これでとりあえずいけるのかな ?SMG は。OK だね。はい。これ作れる?あ、作れるね。これ2台は作れる。もうできれば4台作りたいんだけど、4台いけそう。あと2台ぐらいいけそうだね。じゃあこれとりあえず4つ作って、で、昨日取ってきたやつでちょっとね、びっくりしたのがね、これ。これ昨日取ってきたなんかネイルガンみたいなやつね。これすごいよ。これいいですか?これね、ほら、ネイルガンじゃないの?これ。これネイルガンじゃないんだよ。ネイルガンに見えるけど、実はね、これすごいじゃん。遠距離ダメージ34。まあ大したことないんだけど、弾倉サイズ60なんでね。なんとね、これ9ミリ弾を発射するね。これ出てる。9ミリアモで出てる。出てないね。9ミリ弾を発射するね。なんかね、サブマシンガンみたいなやつなんだよね。これ実は。これ実はね、実はね、すごいのよ、これ。ほら、9ミリ弾を発射するね。なんかハンドガンみたいなやつ。でね、左クリックだと、単発なんですよ。左クリック単発なんですけど、右クリックすると、すごくない?めっちゃ弾出る。めっちゃ出るんだよ。めっちゃ出るんだよね、これ。ということで、まあ、レアな武器なんでしょうね。レアな武器っぽい。なんか壊れちゃったらあれなんで使わないですけど、もったいないんでね。壊れちゃったらもったいないので使いませんが。あとね、こうクレイモア。クレイモアをね、拾ったんですけど、これがね、めっちゃ強いんだよね、これ。これめっちゃ強いのよ。79のね、近接ダメージ。で、ちなみにこいつがね、43なんですけど、これより全然こっちのが強い。すごいね、これね。これに変えよう。これちょっと、これちょっと、中身出して、
これにちょっと待って待って、ブレードとかつけた方がいいよね。なんかね、ノコギリのやつとかね。どこ行ったっけ、あ、これか。これこれ、ギザギザ、ノコギリブレードとか、ノコギリブレードしかないか。ノコギリブレードしかないな。どんな感じなんだろうね。ちょっとつけてみようか。改造しよう。まあ、ノコギリブレードでしょ。これどっちがいいんだろう。スタミナ消費を10低減し、弓による弓じゃないな。これは体力50してもらう、体力5秒期に時間を要します。あー、どっちもどっちだね。どっちもどっちだな。両方はつけれないもんね。あー、もう1個、なんか1個つかないのか。なんかないのか。つけるもん。なんかつけるもん。これはつかないね。有刺鉄線はつかなかったね。つけるもんないな。ラットリムーバー今つけたでしょ。アイアンブレーカーなんかつかないよね。多分ね。アイアンブレーカーつかないよな。スパイク、メタルスパイクなんかもつかないよね。あ、つくじゃん、アイアンブレーカー。マジ？アイアンブレーカーつくんだ。すごい、近接ダメージ98になった。すごくないこれ。これすごいね。今度からこれにしよう。これどんな感じ？あー、そういう感じか。おー、まあまあ、アクションは一緒だね。アクション的には一緒だね。ダメージコストがどうなのかっていうとこだね。スタミナコスト17。こっちは23。全然こっちのが全然コスト安いやね。じゃあこれでいきましょうか。あ、あとね、M60 を潰しちゃったんで、M60 作りたいんだよね。昨日 M60 潰しちゃったんで、M60 のレシーバーが1個。あるあるある。ちょっと M60 を作りたい。M60 マシンガンを。全部あるかな？全部あるかもしれないね。オートマチックだよね、あれ多分ね。こう、こう、こう。あれ？こんな感じ？違う？あ、こんな感じだね。あ、よくよく、M60、今、品質なんぼだった今、見なかった。219。あ、いいね。まあ、いいでしょ、219でも。まあ、いいや。これ、とりあえず作って、あ、人感センサーできたんで、SMG も作るか。SMG タレットも、2個作りましょう。まあ、こんなもんかな。こんなもんすかね。次のフェラルフォードは。次のフェラルオーダーこんなもんかな。M60 もう一丁あってもいいけどね。よいしょ。はい。こうだね。こうですね。で、ここに M60 だな。ここに M60 ですね。これしまっとこう。しまっておこう。で、まあ、とりあえず、これはもう、だいぶ、もう速攻で速攻減ったね、なんかね。はい。あ、あともう一個やってみたいのがあった。あの、ハズマットの、アーマードハズマット。アーマードのハズマットスーツのレシピをゲットしたんで。あ、これですね、ハズマットスーツね。ブーツは持ってるんで、グロー、あ、ジャケット持ってるね。あ、ズボンも取った。あ、そう、ズボン、そういえばね、ズボンの品質がいまいちだったけどね。とりあえず、これをまず作りたいね。危険物マスクが1個あれば、ダクテと裁縫キットで作れるのか。よし、作ろう。とりあえず、ヘッドライトがさ、ないからさ、なんだっけ。裁縫キットか。ちょっと待って。裁縫キット。裁縫キットとダクトテープ。裁縫キット、ダクトテープ、あと、これ、こんな感じ？こんな感じかな。あ、作れるね。作ろうか。12秒。作るというか、改造だね。改造してんだね。連鉄、フォージアイアン、くっつけてね。で、これでスロットが1個でも出てくれればもうラッキーなんだけど、どうなんだろう。あ、あるね、あるある。オッケーオッケー。じゃあこれで、ヘルメットライトがつくじゃん、これでね。どこ行ったっけ？あ、これだ。ヘ
ルメットライト。これにヘルメットライトつければ、とりあえず、暗いのは解消だ。これで。ね。で、これ着用して。あ、いいね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 。これで、よしよしよし。これ暗いの解消。で、もう一個作ってみようか。もう一個作った時にスロットが増えるかどうかだね。これね。もう一個作ってみよう。スロットがね、何、そのモッドスロットがね、何個できるかって分かんないんだよね。見てもね。見ても分かんないの。違いが分かんないんだよね。だから改造するで開けてみたら分かるんですけど。できた？あ、できたね。これね、ここに出ないんだよね。出ない。あ、まあ、販売価格で察するのかな。販売価格で察するんですかね。改造するってしたらわかるけど。あ、一個しかない。一緒か。一緒なのかな。一緒なんですかね。乱数じゃないのかな。よいしょ。まあ、とりあえず、ジャケット作ってみる？ジャケット、まあ、一通り作ってみるか。何がないんだろう。ブーツはあるし、あ、グローブないね。あ、パンツ。これ、ズボンはさ、この人、モッドスロットなかったんだよね、多分ね。あ、だよね。こいつないんだよね。残念ながら。ないんだけど、今着てるのがあるよね、多分ね。これ、これ、ちょ、これ元に、どうせないんだったら、こう作ってみよう。で、一式作ってみるか。一式作ってみますか。まず、ジャケットは結構いいの持ってるんですけど、今。実は。いいの持ってるんですが、一応作ってみよう。で、グローブは持ってないでしょ。で、パンツも、まあ、もうクソみたいなやつが一着あるんで。それよりはマシだろう。それよりはマシなのが作りたいね。あ、できた。これちなみに、スロットは？あ、一個しかない。じゃあ今着てるやつの方がいいわ。これだったら。今着てるやつね、すごいよ。見せましたっけ？見せたような気がするな。これね、今着てんの。これなんですけど、違いわかんないよね、これね。違う、これめっちゃついてんだよ、ほら。これめっちゃついてんだよ。あ、でも、販売価格が全然違う。そういう感じ？そこで判別するの？これめっちゃ優秀なんだよね。本当に。この拾ったやつ。これほら、こんだけ4つもスロットある。すごい。あ、なんか今出たね。今のピンクのやつ何？これ何？これ耐久値かな？これ耐久値ですかね？品質？これが品質？そういうこと？あ、これが品質なんです。じゃあそこに、じゃあなんか他に出すとこねえのかっていう話だけどね。ねえ。この状態じゃわかんないんだよね。これちなみに。品質2ぐらい。100から200の間ぐらいだね、これね。この色はね。ここで見るしかないんだ。ここで見るしかないのか。で、できたやつは、ちなみにこれは？これは？あ、これ1個ついてる。ああ、そうか。品質3なんだ。3っていうのかな。200から300の間って感じだよね、多分ね。200超えだよね。一応ね。で、もう1個でグローブ。グローブもじゃあ一緒か。これも同じかな。あ、同じですね。まあでもないよりマシだわ、ちょっと。ちょっとでも。ちょっとでもないよりマシって感じだね。でもないな。これしかないじゃん。これしか余ってないわ。あ、これが1個あるね。これ1個ある。ズボンはどっちがいいやつだっけ？こっちがいいやつか。これに、まあこれつけるでしょ？変わるのかな？全然データが出ないから分かんないけどね。変わるのかどうかね。実は変わんないのかもしれないけど。意味ないのかもしれないけど。あ、どっちだっけ？こっちか。で、これ着用。これ着用して、これはいいの持ってるんで。で、これも、一応1個だけスロットあるんで、これつけて、着用でしょ？これ余ってるね。あ、以上か。以上。全部来た？あ、全部来ましたね。全部来ました。まあ、これでちょっと、ちょっとはマシになってた。ヘッドライトついただけでだいぶマシじゃないこれ。ねえ。だいぶマシのような気がする。気がするだけだけど
気がするだけですけどね。よいしょ。グローブは余ってん、とりあえず。グローブ余ったわ。よし。ということで、あとはなんだ？タレットできた。M60 はまだ作ってる。タレット2個できた。M60 はもうすぐできるのか。あと作らなきゃいけないのは特になかったと思うんですが、コンクリートはね、コンクリート、あ、これできてるね。コンクリート持って、そんなとこか。そんなとこですかね。じゃあちょっとタレットが出来上がったらちょっと設置してきます。で、設置終わったらまたちょっとご紹介しましょう。どんな感じか。ね。ご紹介します、まだ。完成したらね。まあ、大したことやらないですけど、今回は。今回は全然大したことはやらないんですけどね。ということで。では、後ほど。また後ほど。はい、ということで、完成しました。じゃじゃん。何が変わったのかよくわからないかもしれませんけど、一応ね、まあ、パッと見ね、前回も言ってたと思うんですけど、強化ガラスを、防弾ガラスか。防弾ガラスをね、入れてみました。まあ、あんま強くないんで、ひょっとしたら速攻で壊れちゃうかもしれないですけどね。速攻で壊れちゃうかもしれませんが、一応、防弾ガラス割と簡単に作れるんで、鉛とかあったらね、防弾ガラスを入れてみました。ざっくりね、こう、周りにね。はい。で、作ったタレットはね、ここの上に、こんな感じで、危ね、自分が当たりそう。ここに乗ってますね。2個ね。ちょっと上に上がろうか。上に上がった方が見え、あ、ここにスパイク置くの忘れてるな。まあいいか。よいしょ。あ、落ちる。いて。さあ、ここ飛ばなきゃいけないんだった。よいしょ。ここ飛ばなきゃいけないんだったね。そういえばね。飛ぶ。あ、これが、あ、でも大丈夫か。飛ぶ。こんな感じね。はい。こんな感じです。で、ここにタレット、向こう向きについてます。このタレットね。このタレットは向こう、斜め向こう向いてます。で、こっちにもタレット。こいつはこっち向いてます。斜めこっち向いてます。だからクロスに狙ってる感じね。こいつはこっちが狙って、こいつはこっちが狙ってるっていう感じ。で、まあ、あんま役に立たなかったスレッジハンマー、スレッジハンマーじゃねえや。ロボットスレッジをまた置きました。はい。で、両端にこれガラスが来てるんで、まあ、ちょっと殴りよりも、今回は、銃で撃っていく感じですね。そんな感じが強いですね。はい。で、一応、ま、ドアも、とりあえずつけときましたと。はい。でですね、もう一箇所、この上に、ここにタレットついてます。もう、あと2台ね。あと2台、ここにタレットがいます。はい。これは、ま、鳥対策ですね。鳥対策。鳥が、前回鳥がめちゃくちゃ来てたんで、鳥対策のためにここにつけてますね。はい。で、これバッテリーバン、あ、じゃあ、ジェネレーターバンクね。これね。ジェネレーターバンク。はい。という感じで、まあ、やってみようかなと、いう感じでございます。はい。この、あ、で、この、電流ポストもちゃんとついてますね。電流ポストちゃんと2本ついてます。今回も。はい。で、まあ、とりあえず今回はこれでやってみようかなと。まあ、速攻でできた。速攻でできました。速攻でできましたけどね。はい。まあ、大したことやってないんで、前回とほぼほぼ変わってないんでね。はい。まあ、言ってみれば配色がちょっと変わったかなという感じですかね。電飾付きで。今回も電飾付きです。はい。で、スポットライトもちゃんと機能してるはずなので、まあまあ、そんな感じで今回やってみようかなと思いますね。はい。多分いけるでしょ。このね、スパイクが割となんか優秀だったような気がするんですけど、さすがにフェラルフォードの途中ぐらいでもう壊れてなくなってましたけどね。まあ、あとは、このタレット、SMG タレットが、もしデモリッシャーとか来たらね、起爆しちゃうかもしれないですけどね。ちょうど高さ的に胸のあたりを狙ってるんで、高さ的にね、高さ的にちょうど上半身を狙う形になっちゃうんで、ひょっとしたらね、起爆しちゃうかもしれませんけど、まあ、まだわかんない、まだ来るかどうかわかんないからね。
はい、ということで、まあ、今回はこんな感じでやってみましょう。今回見ものなのは、まあ、この強化防弾ガラスがどれぐらい持つのかっていうのと、あとタレットがどれぐらい仕事するかっていう話ですね。この両側のタレットがね、どんぐらい仕事するか、うん、まあその辺でしょう。今回の確認すべき点はね。ということで、じゃあ明日フェラルフォードになると思いますので、よかったらご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではとりあえず今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。